それではベスト8最後の試合いきましょう。ドダマ VS コーギーホワイト、ステージへお願いします。DJ 社がこの試合のビートをお願いします。ゴメス君みたいなこと言わなくていいから。凱旋がそういうルールだから。コイントスにした方がいいっすよ、次から始まったら。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。じゃあここで。それではベスト8、4試合目いきましょう。先攻、コーギーホワイト。後攻、ドタマ。発祥ですかける、サンタン。レディー、ファイト。やりたくねえから、ちょっとダサく見えちまうから、鋼鉄のグーよりもよく切れるハサミ、チョキで勝っちまうから。自信ができてここに来た、戒めがあってここに来た、生死をかけて生まれた俺らだから、生死をかけねえと何も生み出せねえのさ。何度当たっても別の絵を描こう、ブーとネクストレーボー、俺ら当たってる4度もねえ、でも多度の度魂そっと込める、不動の D、 フローの Me じゃなくライムだって、フルオートにしてなるぜ、イカれた存在にぶっ殺すぜ、こんな問題児。問題児をぶっ殺したってバカは治らねえ、お医者さん処方せ、もっとなんかヤバいこと言おうぜな。普通のやつが普通のこと言ったって誰も上がれねえだろ、人には言いたくないことが本音なんだぜ、腹ん中ぶち分ける。別のが語った茶番劇、こんなやつの人生は挟んでいい、しないのが大前提の遅刻、こいつに見せるぜ生き地獄。時代はそろそろクリスマス、でも俺らプリーズマイク、ちょっぴり早いサンタクロース、プレゼントドテンパラにアンダーブロー。確かに遅刻なんてもうできねえから、昨日も空港行っちまったよ、10日と9日間違うくらいのバカ野郎俺しかいねえだろ。空港ラピューフライト、こいつはやっぱ暗いとこ、一番下のやつが一番上に上がれるってあいつも言ってただろ。勝手に飛んで消えてったやつに手加減なんかするわけねえだろ、このチンカス野郎がよ。お前は新兵だと同類だ、俺がきっちりこのマイクで葬ります。そんなにチヤホヤされたいなら芸能界でも言っとけ、俺は戦闘態勢、リハビリまがいのセッションじゃないぜ、復帰バイアスでも遠慮しないぜ。終了。それでは判定へ移ります。先攻コーギーホワイト、後攻ドタマ、もう一回お願いします。先攻コーギーホワイト、後攻ドタマ、延長。DJチャカ、延長戦のビートをお願いします。それでは延長戦いきましょう。先攻ドタマ、後攻コーギーホワイト、発祥で掲げる3ターン、レディーファイト。